皆さんこんにちは。今回の目分量クッキングは鶏肉の甘酢レンジ蒸しを作っていきます。材料はこちら。鶏肉をレンチンするだけの簡単料理です。大葉などを使ってシンプルながらも美味しく作れる方法をご紹介します。それでは早速レッツラゴー。まず鶏肉をカットします。こんな感じで1センチ幅くらいにしていきます。これで OK。 ボウルに移したら砂糖こんくらい、お酢こんくらい、醤油こんくらいを加え全体になじませます。そしたらラップして電子レンジで3分間加熱します。断面や裏側にまだ火が通っていないので裏返して再度ラップして3分間チンしましょう。その間に大葉を刻んでおきます。お、ちょうどレンチンも終わりましたね。一旦置いておいて別のボウルにもやしを投入。ちょっとお水を入れてラップしてレンジでチンします。あとは盛り付けるだけですね。鶏肉の甘酢レンジ蒸し完成です。すべてレンジで作れてとても簡単でした。時間もあまりかかりませんでしたね。肝心のお味の方はいかがでしょうか。それでは早速食べてみましょう。いただきます。いただきます。今回は鶏肉のレンジ蒸しですね。すごい綺麗じゃん。美味しい。シソの香りもさっぱりしてていいね。うん、これを参考にしたレシピがあるんですけど、うん、はい、クラッシュ、うん、それだと鶏肉をチンした後にカットしてたんだけど、うん、中まで火が通らないかなと思って、それだと最初にカットしてそれからレンチンするっていう形にしてます、うん、その方が楽だよね。そうね、チンしてる間に大葉刻んだりとか揚げ物したりとかもできるので、うん、時短レシピですね、うん。はい、では今回は鶏肉のレンジ蒸しを作ってみましたけど、どうでしたか？とてもさっぱりとボリュームもあって、かつ安い食材を使ってできる料理なので、ぜひ皆さんに試してほしいなと思いました。早い、安い、美味しいという、うん、ぜひ動画を参考にして作ってみてはいかがでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。